久保さん、今回ザ・ノンフィクションにしましょうか。昨日ですね、ザ・ノンフィクション全部3分のやつ全部見てたんですけど、で、それからの、あの、ホストの人の、えー、概録チャンネルかな。あの、前ね、その、ザ・ノンフィクションで一番取り上げられたのがこのホストの井上さんなんですよね。8回か9回シリーズ問でやってたんですけど、まあ、それも知ってたんですけど、な あの、また、なんか、9ヶ月前ぐらいになんかインタビューしてて、ガイロ録チャンネルさんで。そう。なんか、面白かったですね <laughs>。人生いろいろあるなっていうところで、うん。でね、その僕がね、ちょっとその外録チャンネルのその井上さんの話を聞いてて、最後らへんになんかあの、鹿児島の話が出てきて <laughs>。 鹿児島、チランの話が出てきて、なんか毎年そのチランに行ってたらしいんですよ。で、今なんかチランのその、ですかね、チラン特攻隊で、その、食事を提供してたおばちゃんのなんか、食堂の、なんか、健康あ、新人大使かな、なんかやってるみたいで、で、毎年なんか行ってて、まあその、そこの食堂のおばちゃんに書いた手紙っていうのがあるらしくて、まあ本音みたいなね。 まあ一般に公開されないような本音みたいな。でなんかそういうのを見てまあ自分なんかまだまだだなみたいな。うん、う僕もね一回だけチラン行きましたけどもうちょっと行きたくないなと思ってたんですよ。まああの一回行ってもなんか5分ぐらいでなんかまあ遺書とか見て。 もう涙がこう、なんか、なんかいるんですよね、僕感じれるんで、なんかもう涙がこう、ブワーって大量に出てきちゃって、5分入れなくて、もうここちょっと重,重,重いんですよね、とりあえず。とりあえず重すぎて、もう,う来れねえなと思ったんですけど、また行ってみようかな、みたいな。うん。だからちょっと来週、ちょっとチランまた行ってこようかなと思って。ん。なんすかね、まあ。 人生っていろいろありますよねいろいろあるんだけどもやっぱりそのいろいろな人生を歩んできた人から学べるんじゃないかなと思うんですよねうんだからまあね国の命令でね死んでこいって話じゃないですか悲惨ですよねうんだからまあ井上さんも言ってましたけど まあそういう状況ではないじゃないですか。まあいくらそのいろんな状況があったとしても、そういう状況、自分は甘いなみたいな話ですよね。自分のしんどさと、その人たちの当時のしんどさを比べたら、ひじゃねえなみたいな。まあ、頑張んないといけないなみたいな。まあ、まあ、そんなこと言ってたんですけど。うん。そう。まあ、いろいろありますよ。いろいろあるんだけども。 いいろろある中知らんで,、ね、でその特攻隊の亡くなってた人のいろいろに比べると、まあ、全部ちっぽけに見えてくるんじゃないかなっていうところですね。うんだからまあいその痛みは実は大した痛みではないってことですね。いってらっしゃい。